お、車がいっぱい置いてますね。キャンピングカーですか。でも電動ですか。電気突っ込んでるの。すごい広いブースですね、これ。このメーカーだけで。致力于打造属于新一代年轻人的国货产品。今天我们为大家带来了全新荣威 RX， 实现了全面科技的革新。它搭载了第二代蓝星动力总成，实现动力科技换新。它拥有当今最先进水准的互联网汽车智能系统和全速域 ADAS 高级驾驶辅助系统，实现智能科技换新。它采用了全新的，没错，它就是年轻人最喜欢的新晋顶流工具。在山河林中，工具有着非常抢眼的表现，展现出了国潮的美感。它将和我们的新国潮智联网 SUV 荣威 RX5 Plus 组成最佳 CP。对于这次新手，我们一起来听一听工具是怎么说的。行走天下，少不了一台知我懂我的车。它有型有范，气宇出众，技艺高强，值得喜欢。它就是全新荣威 RX Plus。大家好，我是上汽荣威品牌全球代言人龚俊。很遗憾，我因为在厦门拍摄新戏，不能亲自来到车展现场。想知道我和全新荣威 RX Plus 将会发生怎样精彩故事吗？敬请期待哦。上海汽车集团的上海ビューイック行ってみましょうか。为了回应这样一群有着强烈自我标签意识的新生代人群，我们定义了啊，みんな電気ですよね。これまたすごいな。何これ？このドア。こっちでいたら回ってくるから写真撮れますよね。すごい。このドアどうなってるんですか。あ、両方にこう開くんですよ。現実的な車ですよね。ああいうコンセプトカーとかじゃなくて、まあ実際大量販売して利益出すような。ビューイックのこうワゴンみたいなやつ、中国でめちゃくちゃ売れてますよね。ここもでも上海の会社と合弁なんですね、まあ、テスラだけですからね、外資で 100% 独自でやってるの全部合弁しないと中国で事業できないんで。さあ
ビューイックでした。ここなんですけど、ここって確かアリババと上海汽車と合弁でやってる会社だと思うんですけどね。なんかみんなドアノブこうなんかこう隠れるようになってますね。正直私も電気自動車別にデザイン奇抜にしなくていいし、自動運転なんか別にいいから、普通に安くて1000キロぐらい走って充電を10分ぐらいでできる車作ってほしいですね。別に自動運転はいらないです。性能だけ上げてくれたらいいんですけど、なんか自動運転とかなんか奇抜なデザインやりたがるんですけど、まあそうしないとなんか差別化できないですか、からがですかね。まあかっこいいのはかっこいいですけどね、これ。ちょっとこれ角度が。この辺でちょっと写真撮りましょうか。正面から撮ろうか。これなんかアリババとなんか合弁のやつだと思うんですけどね、いっぱいありすぎて覚えてないですね。まあ上場はしてないですね、これ。見てみましょう。あんまりコメントできることがないんで。こっちはあれ、フォルクスワーゲンと合弁の上海ダージョンですね。まあ、ダージョンのグループはまあいろんなことをやってるんですけど、まあ、上海で一番あれですかね、強い自動車会社ですかね。タクシーの車体とかもこのフォルクスワーゲンのダージョンで上海のタクシーやってますもんね。めっちゃでかいですね、これ。でもこの場所なんかやっぱりこういう、でも伝統メーカーよりも EV の方がなんか人気出そうですね。利益の出てない赤字垂れ流しの電気自動車の方が夢があるっていう実際車量産されるようになって、あれ思ったほど利益出ないな。なんか夢の車と思ったけど、他の会社もみんな EV 出してきたなって思うともう終わりですけど、夢があるうちはなんか株価がバンバン上がって注目はされるっていう。これは何、なんかゲームをするあれですか、場所ですか。よく分かんないですね。
ジオダージョンでした。上海ザダージョンでした。これはシボレーですか。あの女の人たちあれですね、頭になんかミッキーマウスの、僕もミッキーマウスのあれなんですけど、これってディズニーとなんか許可取ってるんですかね。これは確かにちょっと面白いオープンカーですよね。すごいな。私も一時期スポーツカー憧れて、あの日産のシルビア S13 乗ってたことありますけど、ああいうなんか2人乗りというか、まあ一応シルビア4人は乗れるんですけど、基本2人乗りのああいう車乗ると疲れますね。車の中でなんか冬服脱ごうと思ったら肩がなんか痛くなるんですよね。狭いところで動かないといけないから。これもすごいな。ちょっと写真撮ります。これ写真撮るときちょっと動画止めてもいいんですけど、止めると動画の本数が多すぎて後で訳が分からなくなるんで、ちょっとあの止めずにそのまま行きます。みんなミッキーマウスのあれ格好してるけど、あれは、まあ、ちゃんとそら提携してるんですよね。勝手にやるわけなんですよね。さすがに大手メーカーなんです。まあこんな感じですかね。はい。